エコバー2日連続の我が家の魚紹介という感じなんですけど、今日はまあ我が家のというか今日来たばかりなんですけどね、アルビノの柳デメキンです。二橋陽次郎さんがヤフオクションに出してたやつをね、今回ちょっと気になってて1回目落札しようと思ったら落札し忘れて2回目で落札しました。ちょっとごめんなさい、汚くてあれなんですけどね、なんか色が変わっててね、こんな感じになってるのと、まあ、体型ね、面白いなっていうことでちょっと、落とさせていただきました。初のあれなんでね、結構ね、まあ、体型見てもらうとこんな感じなんですよね。ギンギンちょこちょこと、まあちょっと面白い魚かなと思います。年は結構いってるみたいなのでね、まあ種に使えればいいのかなと思ってます。で、あとはこの間の船尾のやつですね、ガポスさんに大量に入って、うちも1匹いるんですけど、あれがその二橋さんとこの魚じゃないかっていう話をちょっと聞いてたんで、一応確認で聞いてみたんですけど、うちのではないっていうことだったんで、まあ愛好家さんなのかねっていう話だったんで、まあ、ちょっとどうなのかわかんないですけどね。ただこういうアルビノの面白いのを作ってくれるね、養魚場さんがあるっていうのはとっても面白いことで、これからもね、そういう魚がどんどん出てくると、まあ、僕みたいなアルビノ好きは楽しめるのかなと思います。柳デミ君かわいいです。ちょっと短めなのかなとは思うんですけど、富があって面白いです。なんでまあちょっとこういう魚がね、新しく来て、まあ、アルミノだけはどうしても好きなんでね、こういうのが出るとどうしても欲しくなってしまうっていう感じですね。なんでまあ種に使えればいいのかなと思っています。なんで来年以降ちょっとね、使えるように、仕込んでいきたいと思っています。今日はとりあえず1匹だけの紹介で、まあ、せっかくだからこれはまあサムネ用に、でサムネをちょっと、サムネが弱いとね、わー元気だな、こんな感じだなって感じでした。ありがとうございます。